皆さんこんにちは。山あじさいの紅と星のささやきが咲き始めました。開花してすでに1週間経っています。こちらは赤い花が咲く予定の紅なんですが、咲いたのを見ると真っ白なアジサイが咲いてしまいました。私は今年植え替えをした時に、赤玉土と、落ち葉と石灰だけで植え替えをしています。化学肥料は何も与えていません。それで今回こちらのアジサイを色を調節するためにピートモスと石灰を使いたいと思います。化学肥料を使わずに色を調節するということです。こちらは、ブルーの色が咲く、星のささやきです。優しいブルーのお花が咲いてとても綺麗なんですが、もう少し色を調節したいなと思っています。私は全て化学肥料を施さない、栽培をやっているので、石灰やピートモスを使ってこちらのアジサイを色調節していきたいと思っています。私は、手作りの不織ポットに、植えています。植物を育てるには健康な根を育てるのが一番だと思っているからです。で、通気性を考えて、白い根っこを健康な根を作るために不織ポットに植えていますが、こちらのポットは耐久性はないので、皆さんがされる場合はよく考えて、なさってください。市販で、耐久性に優れた不織ポットも売られていますので、いろいろ活用されてみてください。で、ピートモスと石灰を準備しました。私が使っている石灰はカキ殻とかカニの甲羅が入っているミネラル石灰を使っています。こちらは、星のささやきです。より青くするために酸性度が強いピートモスを、入れていきます。ただ、周りにピートモスを置いているだけです。害はないので、量は、ご自分で調節なさってください。一つかみぐらいの量を入れています。だいたいこれぐらいの量を入れています。紅には色を赤くするためにアルカリ性の強い石灰を入れていきます。石灰を入れすぎると土がカチカチになるので注意してください。本当は、土ごとすべて植え替えるのが一番良いと思いますけど、今回はちょっと表面に、馴染ませて、表面の土に馴染ませていくことにします。また開花が終わった後に、こちらの山あじさいはポットに植え替えるつもりです。私の場合は不織ポットに植えているので石灰を入れても、土がさほどカチカチにはならずに、
通気性は保たれると思っているので、今回は植え替えをすることはやめておきます。他のアジサイも咲き始めました。また改めてご紹介したいと思います。これからアジサイの季節なので、皆さん楽しんでくださいね。いつもありがとうございます。